こんにちは、ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美です。今日はココイストから10月に発売されたボバジェルのそれぞれのジェルの特徴を生かした一番オーソドックスな簡単なアートをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。次にご紹介するのがボバジェルのローを使ったアート。ちょっと こんな感じのデコボコっとしたデザインに向いています。なんかどせるだけで勝手になんかこういびつな形が作れますので、ジェルの特徴を生かして、結構なんか高さを出すこともできますので、それを生かしたアートですね。今日はアートの説明というよりはそれぞれのジェルの特徴をご紹介したいので、ベースのカラーやデザインなどはだいたい出来上がってる状態から始めていきたいと思います。次にボバジェルのローを使っていきたいと思います。ボバジェルのローは筆ではなくってシリコンプッシャーやスパチュラなどを使って使用していってください。ちょっと筆ではジェルが持ち上がらないので、結構こういう硬いツールを使うことをおすすめします。では先ほどと同じようにベースのカラーの塗布が終わった状態のものを用意しました。これはベースに E の108番クリームコーヒータルトを塗布して、 E の 240S と E の1番マキシホワイトをマーブルのように乗せたものです。ボバジェルを取るときなんですけれども、真ん中からビューッと取ってきてしまうと伸びて伸びて伸びて終わりがありませんので、できればきれいなところの端っこ取ってきてもらうと、でこのようにきれいよくすくうことができます。真ん中じゃなくて端からですね、プスッと刺して壁に沿うようにして上に持ち上げてくると、このようにこんな感じですくい上げることができます。はい、ではこちら必要な量をこのようにすくってきたら、これを爪の上にポイッと置いて横に横に引き伸ばしていきます。にょーんと、こうしてあげると少しね、こんな感じで高さのあるラインを引くことができます。なんかボバジェルを引っ張るときになんとなく表面のデコボコっていうのができますので、まあ、それを利用してデザインを作っていくような形です。もうちょっとなんか凹凸欲しいなと思ったらこの表面ですね、触ってあげると凹凸ができるので、よいしょ、なんかいい感じに、厄介なのがこのスパチュラにくっついてくる糸を引くようなところなので、それなんかも利用しながらラインを作っていってあげると面白いかなと思います。よいしょ、何回か通ってあげるとね、なんかデコボコってなるので、いい感じにできたなと思ったら硬化します。ボバジェルのカタログにある硬化時間は LED ライトで30秒以上というふうになっているんですけれども、先ほどのように少し高さを出したような場合は30秒だと少し固まりきれていない場合がありますので、できれば60秒ぐらい入れていただくと確実に硬化するかなと思います。薄く塗る場合は30秒強ぐらいで大丈夫なんですが、あまり量を少なく使うっていうことがないと思いますので、とにかく長めに入れるというふうに思っていただくといいかなと思います。今60秒入れたんですけど、これで触ってあげるともう固まっています。はい、でこのボバジェルに関してはノーワイプではありませんので、もしミラーをつけるのであればここでウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェルを塗布します。刷毛のまんま塗ってもらってもいいんですけれども、かなり狭い範囲に塗布していく形になりますので、ポインテッドブラシを使って
オーバージェルの上にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗っていきます。ミラーで仕上げない場合はここは塗らなくても大丈夫なんですが、クロムペンつけたいので塗ります。トブができたら硬化します。ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルの正式な硬化時間は LED ライトで30秒以上なんですが、今日はクロムペンをつけていきたいので20秒硬化しました。長くなりすぎるとクロムペンつかないことがありますのでご注意ください。次にクロムペンの1番ゴールドを用意します。先ほどのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルの上にこすりつけていきます。事前にマットコートトップジェルを塗布していますので、模様の部分ですね、カラージェルを塗布した部分にはミラーパウダーはつかないです。余分なパウダーを払います。最後にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを全体に塗布して仕上げていきます。塗布ができたら硬化します。はい、硬化が終わりました。このような感じでデザインを作ることができます。ではもう一本ですね、同じようにやってみます。オバジェルをスパチュラに取ったら好きなところに置きます。置くときにちょっとこうひねるようにしてあげると爪の上にピタッと乗ってくれます。で、なんか好きな形にちょっと調整を、スパチュラでもいいですし、こういうシリコンプッシャーなどでちょっと寄せたりとか表面を触ってもらってもいいですし、好きなように動かしてあげます。で、好きな形を作ることができたらライトで硬化します。先ほどあんなに表面ぐっちゃぐちゃになってたボバジェルのローなんですけれども、少し時間が経つとこのように表面がレベリングしますので、なんとなくいい形ができたなと思ったらすぐに硬化をしてください。こちらもウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを表面に塗ります。塗れたら硬化します。クロムペンをつけます。余分なパウダーを払います。余分なパウダーを払ったら最後トップコートジェルで仕上げます。塗布ができたら硬化します。はい、硬化が終わりました。ちょっと乗せただけでアートっぽくなるので簡単なおすすめアートです。ボバジェルのロウを使ったアート2種類をご紹介しました。こっちはスパチュラでボバジェルを動かしていきましたので、ちょっとこう筋が入ったような仕上がり、そしてこちらがシリコンツールで表面を触りましたので、ちょっと表面が滑らかな感じに仕上がっています。どちらもちょっと足してあげるとデザイン可愛くなりますね。こっちのサンプルにしてるものは最後のトップコートジェルをクロムペンの上にだけ乗せているので全体マットなんですけれども、全部トップジェル塗っちゃいました。どちらでも可愛いと思います。今日はこのような感じでボバジェルのローの特徴と使い方をご紹介させていただきました。シンプルなデザインにちょっとプラスするだけでちょっと凝ったような高級感のあるデザインに仕上げることができますので、ぜひ、使ってみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。
ぜひココイソチャンネルのチャンネル登録、そしていいねボタンのクリックをよろしくお願いします。ココイソテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。